桃見つけ場場第12競争、今日のメインレースは札幌ビール株式会社協賛札幌クラシックカップです。2歳のオープン、1番ビーミーショート、4番のレディーソルジャーが出走を取り消して8頭によって行われます。ババコンディション量、未来優勝2011競争、札幌クラシックカップ8頭収まります。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。12レースは札幌ビール株式会社協賛札幌クラシックカップです。内からコメディルーティーンが出てまいりますが、外からエンジェルツイート、こちらが花に立ちます。コメディルーティーンが控えて2番手、1000メーター切りました。ネイチャーウィッシュ、外からグッドタイガーです。あとは2馬身差、ステリーネ、外にはシーキングブレイブ、サブリナラッシュ。最後方からの競馬になりましたのがカンタベリーナイトです。800を通過、第3コーナーにこれから入ります。先頭5番、エンジェルツイート、リード2馬身、2番手コメディルーティーンです。その後ろですが、1馬身差グッドタイガー600を切りました。内々を進んでおりますがネイチャーウィッシュ、2馬身差でシーキングブレイブ追走です。ステリーネ、カンタベリーナイトも接近してまいりました。この圏内間を進んでおります。さあ400の標識を通過してエンジェルツイート、エンジェルツイートリードは3馬身で直線構成、2番手3番コメディルーティーン、3番手は横に広がった状態ですが、この中からグッドタイガーか外をついて上がってくるのが2番のステリーネ、200の標識を通過、先頭はエンジェルツイート、エンジェルツイート迫ってくるコメディルーティンです。3番手の争いはサブリナラッシュ上がるか、うちにステリーネ、先頭は5番のエンジェルツイート突き放した、エンジェルツイートゴール、2番手はコメディルーティン。しかしこの競争審議、この競争審議です。第12競争は札幌ビール株式会社協賛未来優勝2011札幌クラシックカップ2歳のオープン、8頭によって行われました。5番のエンジェルツイート先手を取ってそのまま押し切りました。2番手3番のコメディルーティン、3番手には10番のサブリナラッシュが入選、あと2番のステリーネ、9番のシーキングブレイブですが、この第12競争審議を行います。お手持ちの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようにご注意ください。この後お知らせがございます。第12競争は審議を行います。